ハロー YouTube、下根塚さんのニュースの猫側にゃ、今日もね、トップカメラでお送りいたします。最強予言者が、やばいです。先生、アナンド君がまた変なこと言ってます。クラスの絶対言いつけるマン女子の中で話題で。先生、誰がモチーフやねん。今日はですね、あの人が終わるって言ったら、終わりなんだからね。はい、おしまいけるやっていきたいと思います。ちょっちゃんね、ということでね、やっていきましょう。未だにおしまいけるとか言ってる YouTuber、私だけですから、ね。インドの天才予言少年、アビギャ・アナンドさんを知っていますか？なんでこんな始まり方してた、あいつ。幼少期から天才少年と言われたアナンドくん、10歳で大学の天文学教室に入り、トップの成績を収めるなど、幼い頃から天才の片鱗を見せていた彼、預言者とは言われてますけれども、実際には天才だったじゃん、あじゃ天天才と先先占い師なんですよね。あの、諦めましたけれどもね。占星術を、主とした予言を行ってまして、過去にはこのいわゆるハビコリちゃんの蔓延、世界の激変を予言したり、インドの巨大地震を予言して的中したり、まあ、過去様々なものを的中させ、現代最強の予言者と言われておりますね。インドでも非常に人気が高く、YouTube チャンネルは110万人の登録者超えつって完全に負けとるやないか、お前。アリが象に向かってなんか言うとる状態になってるけどね。ちなみにその様子がこれだっつって、お前中田敦彦やないか、これお前。はい、中田敦彦。中田敦彦です。これ中田敦彦やないか、これ。あっちゃんかっこいい。そういうことなんですけれどもね、そんな彼が、実は2022年4月に、とんでもないことが起きるということを予言しており、しかもその期日が4月13日つって、いや、まあ、今日やないかもそれ。昨日の今日は無理よ。まあ、おみそも忙しいからね。まあ、そうなんですけど、まあ、一応ですね、彼の予言って日付をも言う時があるんですよ。で、この日付を言う時っていうのはかなり見えてる時だと言われていて、この4月13日周辺がやばいっていうね、まあ、そういうことにしといてですかね、と言われております。アナンド君によりますと、土星と火星の関係が良くないっつってね、言ってるらしいんですよ。特に火星が戦い、争いを象徴する星だということで、現在の土星と火星の位置から、今年2022年はやばい年になるであろうと。そして戦いというと、あのことが思い浮かぶわけですよ。ね。大国と右国との争い。これは現在、西欧諸国や世界中を巻き込んで、いわゆる第三次なんとかなんとかに繋がってくるんじゃないかというふうに言われているわけですよね。そして、現在、世界中にある核。これは確実に地球を滅ぼすことができると言われております。もし今回この第三次が勃発してしまったならば、このアナンド君が言う、ね、世界滅亡というものに近づいてしまうんじゃないかっていう話なんですけど、ちょっと待ってもらっていいですか。さっき火星とか土星とか言ってたじゃないですか。これね、土星はっていう、アドヤン。アナンドだけに、アドヤン。っていうね。ということでですね。非常に星回りがやばいということなんですけど、ただ、このアナンド君は、この第三次ホニャララは、もっと後に来るって言ってるんですよ。今後10年以内に起きるということで、だいぶ幅広く取ってるわけですね。じゃあ、この2022年4月は一体何を示しているのかっていう話なんですよ。最近起きた関東地方の地震など、非常にやばい兆候がある日本なんですけど、このアナンド君が、予言の中で言ってるのが、カラサーパヨガっていう、時間の蛇っていう現象が、今昨年から世界で巻き起こってると、その連鎖がアメリカの竜巻であったり、インドネシアの地震であったり、大きな災害に繋がってきてるとね、この蛇の尻尾が、実は日本の南海トラフなんじゃないのかっていう話ですよね。まあ、やばいよねって話なんですよ。そう、この2022年4月にやばいことが起きると、アナンド君が言っているのは、この戦争ではなくて災害の方だっていう話なんですね。で、そう、さっき言ってた4月13日ね。まあ、今日ですけれども、この周辺非常にやばいね、星回りになってますんで、ぜひね、沿岸部の皆さんね、いつでも逃げれる準備をしといた方がいいですし、心の準備しておいた方がいいかもね。どうやら監視されてるみたい。エイブラハム・リンカーン。
来てる。もうこれ、リンカーンって話ですよね。まあちょっと言いたかっただけなんですけどもね。これでもあれよ。ね、僕たちはいつだって愛の保護観察中だからね。いけるいけるこいつマジでキモいね。ということでね、すいませんね。キモくてね。キモい系 YouTuber の私、本題に戻ります。フランスで大統領選挙がね、行われてまして、現職のマクロン大統領が実はルペンさんという女性候補にめちゃくちゃ追いまくられているという話ですね。このルペンさんは納豆からの離脱などなどですね、ちょっと現職とは違う政策を打ち出してまして、一部、まあ、保守層、過去ネトウヨ層に非常に人気が高いね。一説によりますと、ニャントラさんとも何回か会ったことがあるということも聞いておりますし、実はニャントラさんはこのルペンさんをめちゃくちゃ推しているという話がありますね。それはさておきなんですけどね、そんな追いまくられているマクロンさんね、これ余裕で勝てると思ってたみたいなんですけどね、実は今すごいやばいことになってて、最近の彼の映像がこれですってね、どこ見てんねんお前は、目がいっちゃってる。ウコクがですね、ドイツの大統領の訪問を拒否したっつってちょっと話題になってますね。まあ、以前からこうドイツが顔の怖い国と未だに繋がっていてね、この天然ガスなどを大量に買っており、結果的に外貨をですね、他の国に渡してしまっているとね、制裁破りをしているという疑いが持たれていた、ドイツなんですけど、ついに来ないでって言われちゃってね、まあ、ちょっとね、まあ、そういうことなんですかってことなんですけど、ただね、この、まあ、前から言ってますけど、顔の怖い人と前の首相のね、メルケルさんってめちゃくちゃ仲が良かったんですね。それは、東ドイツ、西ドイツに分断されてた時代に、顔の怖い人がベルリンで働いてた時に、実はメルケルさんと、まあ、面識ができて、ね、そこからず、長い繋がりがあると言われてるんですよ。だから実は未だに、ドイツとあの国っていうのは、そういう意味では繋がってるわけですよね。で、しかもメルケルさんっていうのは、ちょびひげのね、ちょびひげらの娘さんだ説っていうのもありますから、これはね、まあ、なんかちょっとそこに闇を感じずにはいられないんですけど、まあ、今回、まあ、こう、ウコクがね、ドイツを拒否したっていうのは、なんか一つのサインなんじゃないかな。最後に、久しぶりに闇のおたしなみでおなじみの、ね、テレグラムよりね、JFK ジュニオールっぽい人のアカウントがですね、ちょっとやばいことを言っているという話を最後にしていきたいと思います。なんでも、歌舞伎ショーがスタートするみたいなことを言ったらしいんですよ。これがですね、一部闇の者たちに言わせると、日本で何かが始まるってことの暗号なんじゃないかなんて言われてるんですけど、いや、違うぞと。これは、ははーんって僕思ったんですよ。これね、中の人、ガーシーチャンネル見たら、例の、エビゾウと、マヤちゃんの、いさかい、見たな、っていうことでね。ほんとネット好きだね、気中の人は、って思いましたけどね。まあ、でもあれですよね。歌舞伎って言ったら、睨みですよね。成田屋の睨みは、ね、無病息災の効果があると言ってね、古来、江戸時代の人々にね、愛されましたのでね。私、成田屋ではありませんけれども、成田屋っぽく終わりたいと思いますよー。成田屋、成田屋じゃない、目が白目ですって思った。今日も一日お疲れ様でした。良い夜をお過ごしください。どうもライフコーチみそちゃんですっていう話なんですけどね。まあ、今日は皆さんにね、ライフハックをちょっとお伝えしたいんですよね。やっぱこう現代社会って日々ストレスにさらされてるじゃないですか。他者からの心ない一言などでね、あなたの気持ち揺らいでませんかね。そんな時私がおすすめするお嬢健康法というものをね、今日はあなたに授けたい。皆さん、お嬢といえばですね、川の流れのようになどね、数々の 大ヒット曲を持つ日本の歌姫、美空ひばりさんね。一応ラスボスなんて呼ばれたりしてね、その圧倒的存在感は未だに語り継がれているわけなんですけれどもね、私最近ですね、よくね、この美空ひばりさんがね、降りてくるんですよ。ああ、間違えました、間違えました。エルカン垂れちゃうわけじゃないですか。これです、これ。小牡丹氏すぐ降りてきちゃうタイプなんですけどね。そんな中、お嬢がね、私に降りてきまして、ね、そこでちょっとあることを言うんですけど、これをね、あなたもできるとですね、なんかこう嫌なこと言われてくる、言われるとするじゃないですか。まあ、アンチのコメントとかね、直接でもいいんですけど、その時に、お嬢がね、ありがとう。何言われても、これ俺の勝ちだなって、お嬢の力でね、これ嫌なことなかったことなんですよね。ぜひあなたもありがとうって言ってみてください。お嬢健康法でしたってこと。おー、あれなんかちょっとこれやめとこう。なんか